ミネオ TV、 ミネオ TV。 はい、皆さんおこんにちはでございます。レイティバディキングカズミネオです。はい、本日スライブフェスティバル、皆さん楽しんでますでしょうか。今回ね、ぬか床スライムはまあ、体感やっぱ 30% ぐらいかな、ドロップなので、早めにね、貫突させていこう。で、感覚的にはね、普通のハードの方が出やすいんじゃないかな。ベリーハードよりハードでいいんじゃないかと思っております。はい、ということで、今回はね、ちょっとフェスティバル関係ないんだけど、弱点属性に見る、ね、高ランククエ対策、A ランクモンスター編ということで、普段私が、自分で活用している、その弱点の対応表をダラダラダラっとお伝えできたらいいかなと思っております。で、一つ、ご理解いただきたいのは、まあ、装備と、まあ、そういったものは配慮してなかったり、今回属性に見るということで、属性攻撃がない、無属性しか攻撃がないものに関しては省いております。また弱体攻撃とかそういったもののモンスターに対しても、今回の表からは外れておりますので、ご理解いただけたらと思います。また二属性のね、攻撃、得意攻撃を持つものに関しては、二属性の、効きにくい耐性を持つモンスターのみ対象とした対象表となっておりますので、そのあたりも、頭に理解しながら見ていただけたらと思います。はい、では早速いってみよう。はい、では死神の騎士からいきましょうか。特技ですね、ギラ関係。あとこのね、特異攻撃、特技ですね、特異攻撃の方も、ギラ、ベギラマとか関係なく一応属性として扱いますので、ギラを持っていようが、ベギラマを持っていようが、まあ、ギラ属性が得意というところで、扱っております。そして、弱点ですね、イオデイ、そして耐性ですね、メラ、ドルマということになっております。で、それに対応する、A、B、C ランクモンスターがこちら。はい、結構いますね。ということで、死神さんはまあ割と対応するモンスター多いっすね。ということで、まあ向こうの敵キャラ出てきても、まあまあ割と対応しやすいんじゃないでしょうか。はい、じゃあ続きましては、キラーアーマーですね、特技の方がギラとヒャド、弱点がイオとデイ、そして、耐性がメラ、ドルマとなっております。こちらの方ですね、嘆きの亡霊さんの方も、まあ、一緒の、特技と、弱点となっております。そして、対応するモンスターがこちら。はい、1,2,3,4,6 体モンスターということで、まあまあ対応するモンスター多いんじゃないですかね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、続きまして、じゃあアンクルホーンさんですね。特技の方が、ヒャドとイオ、弱点がバギー、デイ、そして、耐性の方がメラとギラという形になっております。こちら A ランクモンスターがね、少なめになってますけど、まあこちらですね、ドン。はい、 A ランクモンスター対応は少ないですが、まあ数的には割とまあ多いかな、対応するモンスターは多い、そういった印象を受けます。では次行ってみましょう。はい、じゃあ続きましては、スターキメラさんですね。はい、こんにちは、スターキメラです。あ、そうない、はい、得意攻撃がね、これちょっと特殊なんだよね、この人。これさ、得意がさ、
まあ、見てもらったわけでしょ。メラーとイオがあってさ、で体勢がね、まあギラとバギー、そして弱点がヒャドとドルマという形になってるんですが、このメライオが両方効きにくいモンスターっていうのが、ちょっと私の統計不足だと申し訳ないです。今のところいません。はい。ということで、メラかイオどちらかが効きにくい今回、モンスターという形で、表の方出てます。こちら。はい。で、なのでね、これまあどちらか対応しても、まあやられちゃうっていう可能性がある。かなり特殊タイプ。まあ今後こういった、A ランクモンスターに関しては増えていく可能性がありますよね。うん、なかなか対応しづらい。まあ、数的にはね、あのメラかイオ、まあ、どちらかね、耐性があるモンスターっていうのは多いんですが、まあ、一応ね、まあ、表の方を参考にしていただけたらと思います。では、次行ってみましょう。はい、では続きましてシルバーデビューさんですね。こちら特技が、デインとイオ、そして、弱点がバギドルマ、耐性の方がギラーとヒャドという形になっております。こちらは A ランクのモンスターが、多いですかね。はい、こちらですね。はい、A ランクモンスターの対応が多い。うん、BC に関しては、一人ずつなんのかな、対応が。しかも、リカントと、だから、まあ、シルバーデビルさんは、この表を見る限り、まあ、優秀モンスターと言えるのではないでしょうか。はい、では次行ってみましょう。はい、こちら、じゃあ、動く石像ですね。特技がイオ、弱点がバギ、ドルマ、そして、耐性がギラ、ヒャドという形ですね。こちらに関しては表がね、はい、こちらです。ドン、ABC まんべんない、モンスターの数、しかもめっちゃ多いということで、動く石像さんの対応はたやすい、そんな感じがします。まああんまり使ってないですけどね、私も。はい、ということで、やっぱりイオをね、この一発しかないっていう属性が一つっていうのは、やっぱりそれなりにハンディがあるんですよね。うん、ハンディキャップ。はい、というわけで、じゃあ次行ってみましょう。はい、続きましては、ガニラスさんかな。はい、ガニラスさん。はい、じゃあ表の方、ちょっと待ってくださいね。得意属性が、バギーデイン、そして弱点がメラドルマ、体勢としてはヒャドとイオという形になっております。対応する表の方がこちら。はい、こちらは A ランク C ランクモンスターがちょっと多いですかね。はい、まあ、ガニアさんもともと強いんでね、お気に入りですけども、移動力もあるし、うん、対応するモンスターも若干少なめな気もするけど、どうだろう。個人的には使いやすいモンスターだと思っております。はい、では次行ってみよう。はい、続きましてはツララスライブさん、こんにちは。いらっしゃいませ。はい、ツララさんはヒャドとイオが得意、弱点はイオとデイ、そして、耐性がヒャドとドルマという形になっております。じゃあ表の方がこちら、ドン。はい、一言で言うと、優秀です。はい、とても優秀。このヒャドとイオが、耐性持つモンスターが今のところは、4種類だけかなと思います。これは非常に優秀。うん、ぜひ使ってあげてください。僕悪いスライムじゃないよ。はい、じゃあ次行ってみましょう。はい、続きましては、アームライオンさんですね、こんにちは。得意属性、得意属性がね、メラ系、弱点がヒャドとイオ、耐性の方がバギードルマとなっております。はい、表の方こちら、ドン。はい、こちら一応モンスターがね、あとドラゴン、アックスドラゴン、まあこの辺も、全く得意属性、弱点、耐性同じというモンスターになっております。そして表の方が割と BC、に対してのモンスターが多い印象を受けます。はい、
以上です。では次行ってみましょう。はい、続きましては、では、影の騎士さんですね。こんにちは、いらっしゃいませ。得意毒性ドルマ、弱点イオデイ、耐性がバギーとドルマですね。でこれ得意毒性のね、効きにくいのがね、まあドルマはあるんだけどね、攻撃がイオデインがね得意攻撃なのが一応2つなんだよねこれ。ということで、これ影の騎士さんこれやべえんじゃねっていうね、敵として出てきた場合いろいろめんどくさい、そういう印象を受けます。まあやっぱりこの辺りがねガチャさんのモンスターかなというね、そんな感じします。では次行ってみよう。はい、続きましては、ドラゴンゾビ、通称ドラゾンさんね。あ、ミヤゾンじゃありません、ドラゾンです。はい、特技が、ドルマ・ケイ、そして、弱点はメラとギラ、耐性がバギーとデインとなっております。じゃあ表の方がこちら、ドン。はい、割と対応するモンスターも多いので、ドラゴンさんに関しても対応はたやすいような気はいたします。はい、では次行ってみよう。はい、続きましては、マッシュスライム、特技ドルマ、弱点ギラとヒャド、耐性のがバギーデインとなっております。はい、どちら対応する票がこちらだ。はい、こちらも対応する票は結構多いんですが、マッシュさんはね割とこのラリフォーだったりルカナン、こっちの方がまあ生きてくるという形もありますので、全然問題なく使い道はいっぱいあるんじゃないでしょうかね。はい、では次行ってみましょう。はい、じゃあ続きましてはキラータイガーさんですね。こんにちは、いらっしゃい。はい、特技がメラとドルマ、弱点がギラとヒャド、耐性の方がバギデインという形になっております。はい、じゃあ表の方がこちらと、まあまあまあ B ランクのねモンスターちょっと多いですけども、まあ割と優秀な方じゃないでしょうかね。と思いますので、機動力もあるし、結構出番が多いモンスターではないでしょうか。では次行ってみましょう。はい、続きましてはデビルパピオンさんですね。得意属性バーギー。まあ一属性なのがちょっと気がかりですが、弱点がメラギラ、耐性がイオデインとなっております。ちょっとね特技が、一属性なんで割と対応モンスターが多い気はしますが、めっちゃ使えます。個人的にめっちゃ使います。ちょっと見た目気持ち悪いけどね、そこは我慢して使おうね。これはおじさんとの約束だよ。はい、じゃあ次行ってみよう。はい、じゃあ続きましてはガーメゴンロードスさん。こいつドラクエ10でいろいろめんどくさかったよね。あ、それがいい、特技属性がバギードルマ、弱点がメラギラ、そして、耐性がイオデインという形になっています。こちらはですね、死神貴族さん、あと屋台ゴーストね、最近出た屋台ちゃんとも一緒の属性になってます。全く同じですね。なので、参考にしてください。じゃあ表の方はこちらです。はい、まあ割と対応は少なめなんじゃないかな。ということで、まあ結構いいモンスターだと私は思いますよ。はい、じゃあ続いていきましょうか。はい、続きましては、スライムブレスさんですね。こちら私持っておりません。バブーン、ごめんなさい、当たってません。ということで、一応ね耐性だけ見てみると、得意属性がヒャド、弱点はメラドルマ、耐性がヒャドイオとなってます。ただこれね、このヒャドが耐性であって得意がヒャド、そして弱点メラドルマっていうのでね、耐性にヒャドがあるやつでさ、攻撃にメラドルマがあるやつが亡霊剣士だけっていうね、マジか、ブレスちゃんめんどくさいなっていうね。
まあ、今回のね、フェスティバルでも出てくる可能性あります。ボーレゲーシュ、育てていこうね。サクッと育てていこう。ほんとね、これ。まさか一体対応ってやばいよね。っていうか、A ランク、もうちょっと当てるようにしてもらえませんか、お姉さん。お願いします、本当に。A ランクは当てないとちょっと厳しい。もう S はいいですね。もう当たらないし。でも A ランクはちょっと当てたいよね、一人ぐらい。そこ大事じゃない？そう思います。まあ、今回一応ね、私普段使っている個人的に作った対応表、ダラダラダラっと伝えてきたかなと思います。なので、まあ、敵のね、雑魚キャラとして出てきたりした時に、まあ、ちらっと思い出して見てもらったりしてもらったらいいかなと思いますので、ご参考にしていただければ幸いです。ちょっとダラダラと喋りましたが、また好評であればね、B ランクモンスター、C ランクモンスターの対応表に関しても、またお見せできたらいいかなと思います。最後まで今日はご視聴ありがとうございました。また会いましょう。失礼します。いつも皆様、動画ご覧いただきありがとうございます。これからも頑張ります。ぜひチャンネル登録お願いいたします。